芸術や冗談に対して背景や業界を無視して一部だけに反応して騒ぐ人たちが増えていますが表現者として有名になることは得ではないような気がしていますもちろん知名度は仕事につながると思いますが芸術を高い表現,表現者は副業で活動した方が幸せなんだと思うんですがそれはプロを目指さない怠け者の考え方でしょうかえっと単に儲けてないだけだと思います あの、どんな人でも表現者であれば、マイナスだったり、その、もう、その、文句言われたってあるんですよね。あの、最近そのニュース記事で見て面白いなと思ったんですけど、あの、サザエさんを見ると気分が悪くなるっていう人がいるんですよ。いや、その、幸せな家庭という自分が手に入らなかったものを毎週日曜日に見せつけられることが不快である。 なので、サザエさんをなくしてほしいっていう人がいるんですよね。なので、あの、どんなに完璧な表現で誰も傷つかないと思ったとしても、文句を言う人がいるんですよ。なので、あの、文句が言う人がいない表現っていうのは、誰も見てない表現だと思います。なので、その表現者で芸術とかアートである時点で文句は必ず言われるんですよ。で、あの、爆笑問題の太田さんが、 あの、二階さんっていう和歌山県の、えっと、84歳だっけあ、違う、88とかだっけなんか、あの、人気全うすると90歳超える人に、あの、いつまで政治家やるんですかっていうのを言ったんですよ。で、あれがそれのバッシングを受けてたんですけど、僕はその質問の何が悪いかわかんないんですよね。だってその、いやいや、90過ぎて政治家おかしいでしょ <laughs> だって、10年後の日本に何の責任も感じないんでしょだって死んでんだもん。 っていう人が、要は、あの、未来のある人が政治家をやるべきで、例えば30歳の人が政治家をやったら、自分が失敗した政策も、例えば10年後に失敗だって分かったとしても、10年後政治家だったら、80、90まであと40年間責任を負わなきゃいけないんですよ。なので、若い政治家がやった方が、将来に対して責任を負った政策をするんですよ。 あの、その、あの爆笑問題の太田さんが、その、いつまで政治家をやるんですかっていうのを、恒例の政治家に質問すること自体、僕は正しいと思うんですよ。なので、あれがバッシングされる理由がわかんないんですよね。 その相手が不快に思うことを言ってはいけないっていうのであれば、確かに正しくはないかもしれないですけど、相手が不快になったとしても、やっぱり高齢の人がいつまで政治家をやるべきなのか、あなたはいくつまでやりたいと思ってますかっていうのを聞くのは、僕は間違った質問ではないと思うんですよ。その、相手が不快に思うかどうかとは別に、やっぱりその、10年後に責任を持たない人が政治家をやり続けることっていかがなもんなの っていうのは一応論としては成立するじゃないですかご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします